はい、皆さんこんにちは、トトリキングダムです。今日も元気にサカツキやっていきましょうということで、本日は SWCC 最終予選回していきたいと思います。はい、まあボーダー見てると146ですね。はい、なので146か、そうですね、2試合落としたらもう決勝トーナメントはないっていう感じですね。ちょっと高いですね、ゴールドディビジョン。ちょっとこれえぐいな。はい、では早速やっていきましょう。ちょっともうサクサクやっていきたいと思います。はい、初戦ですね。まあ、2試合落としたら終わりなんで、とりあえず無敗でいけるところまで分回してみましょうか。うわ、危ない。初戦から落とすとこでしたね。はい、2試合目。わ、中央突破使いたくないな。即席中央突破ですね。よし、うわ、よし、そのまま、よし、そのまま、 OK。 まあ、前半さえ乗り切ってしまえばってところですよね。よし、とりあえず2連勝。はい、次行きましょう。カウンター、カウンターは大丈夫だと思います。解除された。もう1点お願い。よし、よしよしよし、 OKOKOK。 さあ次、さぬき FC さんポゼッション。中央怖いな。やばい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、お願い、やめてやめて、やめて。落としましたね。ということで、ということで、もう落とせません。残り46勝するしかないっていう絶望的な、状況になってしまいましたね。とりあえず、まあ、まだ可能性があるうちは諦めずにいきましょう。中央突破やっぱ使うのやめよう。未完成の中央突破はちょっとやめます。おいおいおい、危ない危ない危ない。よし、あと45連勝。まあ、なんとか諦めずにやっていきましょう。よし、さあサイドポゼッションは多分大丈夫なんですよね。結構綺麗に作れてるので、そのままそのままそのまま、おしよしよし、 OK、 もう大丈夫でしょう。後半はモラタが出てきて、さらに、コミッションコンボに発動するんで、ポゼッションに関しては多分負けることはないと思うんですね。問題はやっぱ中央突破、ここだ。これをどうするか。さっきも落としたから、ポゼポゼで行きましょう。うわ、怖い。ここが多分、肝ですね。よしよしよし。最初から中央を使わずに、ポゼにはポゼ当てとけばよかったな。失敗したな。最初はやっぱ中央使わない予定だったんですよね。急遽作ってみたんですけど、やっぱいらなかったですね。サイドはまあ、サイドもそうなんですよね。そんな作り込んではないんですけど、まあダリオコネス自体がやっぱ強いんで、使
ってますけど、うわー、さっきの中央突破での1敗はちょっと悔やまれますね。さあ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 、連勝だ。あと41連勝できるかな。やっぱ打球コネス強いよな。このゲームはやっぱりあのフォーメーションが強いよな。昔からそうだけど、うわー、さっきのいっぱいが悔やまれる。まあでも一応今のところまだ決勝トーナメントの可能性残ってるんで、残り全勝すればいけますね。あ、今日そうだ、代表戦だ。今撮ってる。今日日本代表戦ほんと久しぶりですよね。いやー楽しみだ。もういい感じで連勝が続いてますね。お、おいおい、危ない危ない危ない、お、危ない危ない危ない。いやーほんとさっきのあの中央の1敗がまあ言っててもしょうがないんで、残り全勝いきましょう。ここだ、ここ、ここは当然当てで、これうちの場合は前半に、フォーメーションコンボ切って、で後半にフォーメーションコンボスイッチ入れて、まあ、爆上げしてるっていう感じなんですけど、まあ、これおすすめはしません。まあ、たくさんコメントもありがとうございます。前半からフォーメーションコンボのがいいよっていうコメントもたくさんいただいて、それは重々承知なんですけど、やっぱ僕はさっき、1個前の動画でも話したんですけど、選手層が厚くないんですよね、細かい選手層が。やっぱり、このアカウント言っても最近のアカウントなんで、選手層が細かい選手層っていうのは星3だったり星4だったり、星5も3凸だけのやつとか、無凸の星5とか、まあ、そういう細かい、戦力がないんですよ。なんでそういう意味で、だったらもうマックスにしっかりと作り込んでる選手を、常にスタメンで出せる方が、うちの、まあ、チーム事情では多分勝率が高いだろうなっていうことを読んで、こういう、やり方をやってます。なんでフォーメーションコンボが前半に発動してない分だけ、まんべんなく選手が強い状態が保たれてるんで、どちらかというともうスキル発動で、勝率を上げていくっていうことを、まあ、考えて作ってますね、この制限戦は。はい、あと35連勝ですね。うわ、中央の1敗がなければ全勝だったのに。まあまあ、でもこれも初めての制限戦なんで、まあこういうこともありますよね。まあ、今のところやっぱり考えてた通りに、スキル、さっきとこのところ見てると、ブラストタックルとか結構たくさん発動して、前半のうちからかなり有利に試合が進めてるのかなっていうところは見てていますね。さあさあさあ。いや、惜しかったな。いや、いっぱい痛いな、ほんと。中央使わないって決めてて、試しで出した一発目で落としちゃったもんな。よし、危ない危ない。怪我してくれたわけで強くなった一つ。これでも残り全部全勝して決勝トーナメントを、まあ、多分いけるかなってところ、まあ、いけるか、残り全勝だったら多分決勝トーナメントいけると思うんですよね。で、決勝トーナメントさえいってしまえば、
まあ、とりあえずは初めての制限戦ではかなり良かったのかなってなると思うんで、代表戦が始まっちゃいますね。完全に忘れてましたね。原口南のドア、あの通りすごく嫌い、強くてか美味しい、ちょっとそれは苦手だ。久保くんベンチか。危ない危ない、見てなかった、危なかった。よし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 、おお19勝きましたね。あと30連勝、あと30連勝すれば決勝トーナメントいきますよ。30連勝いきますよ。こっからこっから30連勝、これでもこっから30連勝したら本当にかなり神がかってますよね。よし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 、いけるんじゃないこれ。言ったらだってあの中央突破間違って出し間違ってたわけではないけど、あれを出さなかったとしたら全勝だったとして、やっぱりこのやり方間違ってないのかなっていう感じはしますよね。うん、でこのブラストタックルとかある程度この、おい大丈夫か、よし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 、大丈夫大丈夫大丈夫、うん、ちょっと一昔前だったら多分この前半、フォーメーションコンボ切って後半爆上、フォーメーションコンボスタート爆上げっていうのは多分厳しかったと思うんですよ。でも今って一人一人ちゃんと作り込んでおけば、フォーメーションコンボ切っての15万っていうのは、まあ、かなり有利に進めてるのかなと個人的には思いますね。なんだなんだ、止まったぞ。え、何これ、どういうこと、ちょっと待って、え、ちょっと待って、落ちたんだけど、アプリ、え、これ落ちたんだけど、いっぱいになってたらもう終わりなんだけど、うわーよかった、ノーカウント、勝ったの、よくわかんない、いや危ない危ない危ない、何だったんだ、よしよし、あ、よしよしよし、でも今のところ様子見てると、まあなんだろう、悩んで出した中央突破以外では全勝なんで、この戦法はやっぱ当たってますね。これで多分ゴールドいけますね。うん、とりあえず初の制限大会ということでいろいろと考えて作ってみましたけど、いけますねこのやり方で。で細かいどういうやり方でチーム作ったかっていうのはまた別で動画でちゃんと出しますんで、まあ、結果が残せたら細かく分析どういう風に考えてやったかっていうのを出そうと思ってたんで、まあ今のところこの感じだったらまあいいのかなっていう感じですよね。よし、あと25勝いけるね、いけるんじゃない、いけるいける、あと25勝。あと25連勝すれば決勝トーナメントが見えますよ。よし、いける。いける。これいける。
るし、ドラフト戦も始まったし、テンポアップでいきましょう。ポイチ監督のことを忘れてたな。ポイチか、そうか。出だしいっぱいしたところからここまでやってこれるなんて大丈夫かな、大丈夫かな、つなげるかな。おー危ない、よかった、あーよかった、危ない、よかった、よしよしよし、あと22連勝、あと22連勝で決勝トーナメント見えますよ。行きましょう、見せましょう。決勝トーナメント YouTube で、いけ、ごめん今本当にダメ、ちょっと今ね、今本当にね、今本当にダメ、ごめんごめんごめん、 YouTube、はい、戻ってまいりました。ということで4対1なんとかいきましたね。はい、残り21勝でいけますね。これは見えてきましたね。あと21勝、45連勝いけたらこれ本当になかなか奇跡的な動画になりそうですね。危ない、危ない、よかった。これミラティブでやってもよかったな、ミラティブでやったらまたこれ盛り上がってたな。よし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 、これでも初制限大会で優勝なんてできたら最高ですよね。動画的にもなんとか決勝トーナメント残りたいですね。おーし、あと19勝でいけますよ。これいけるんじゃない、代表戦が始まる。危ない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 、うわーよかった、もらった、よし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 、うんうん、なんかさっきからずっとポゼッションラフリアロハとの戦いが多いですね。あ、取れた、こぼれ、こぼさないでよ、これ醤油だよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない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 、よし、あと17勝、あと17勝でいけます。代表戦が始まった。僕が。あと16連勝でいけますね。よし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 。え、これ本当にいっちゃうんじゃない？すごっ、我ながらすごいな。どこへ完備出てんの、見たい見たいけどちょっとしまっしゃってる。え、ちょっ、よしよしよし、頼む、え、おい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 、ダメダメだ、危ない、危ない、なんとかエスタシオ、危なかった、89分、いや繋いだ、あと14連勝、いや
サイドも作り込んでないからあんまり使いたくないんだけど、よしよしよし、ロナウド、セバードリブルつけといてよかった。よし、シクワドラード入って、頼む、このままいけ、よし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 、オッケー、残り13連勝。いやー、まさか残り45連勝必要なところからここまで持ってこれるとは。うんうんうん、やっぱ間違ってなかったな、この制限チームの作り方は。うん、よかった。まあ、それが証明できただけでもちょっと、いろいろ見えてきましたね今回。うん、ちょっと待って、よし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 、もらったもらったもらった、ネイマール、ネイマール、いいねいいね。あと11試合、いや、いけるんじゃない、いけるんじゃない、あと11連勝頼む、しっかりと、よし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 、危ない、怖い怖い怖い、よしよしよし。まあ、怖いのはあのレッドカードとか怪我とか怖いよな。あとサイドアタックはちょっと嫌だな。よしよしよし、まあやっぱコネス強いな。全然作り込んでなくてもやっぱ落とさないもんな、コネス。来た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 、あと9勝、あと9勝、あと9勝で決勝トーナメント進出です。いやー、マジか。いや、見せたい、ぜひみんなに見せたい、決勝トーナメント。よし、あと8勝ですよ、あと8勝。うわー、なんかすごい久しぶりに SWCC 興奮してる。よし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 、あと7勝ってところかな。え、でもこれ逆に言うと、あの血迷った中央突破出さなければ全勝いけたんじゃないね。もったいなかったわ。よしよしよし、いや本当にあれもったいなかったな。あの中央突破なかったら全勝でいけたのにな。まあまあ、でもあそこからここまで持ってこれただけでも楽しかったかな。いけるか、あと6勝、あと6勝です、あと6勝で決勝トーナメント。うわ、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、お願いお願い、よし、もう1点、よし、もう1点、もう1点、よし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 、オッケー、よし、きた、あと5勝、あと5勝。うわ、これちょっと強いんじゃない、なんか強そう。あと5勝、そのままそのままそのまま、オッケーオッケー、もらった、いけ、もらった、よしよし、オッケー、あと4勝ですよ、あと4勝で決勝トーナメントに行けます。ちょっと待って、よし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 、ちょっと待って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 、よし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 、もう一点、オッケー、
よーし、来た。あと3試合。あと3勝です。あと3勝で、まあ、ほぼ決勝トーナメント確定ラインですね。よし、来た。お、ちょっと待って。よし、来た。来た。え、ちょっと待って。よし。よし。オッケー、オッケー。うん、めちゃめちゃ爆発したな。気合入ってんな、みんな。オッケー、あと2試合です。いやー、来たよ。っていうか、本当に、まあ、何度も言うけど、あの1試合が悔やまれる。まあでも、あの1試合からすぐに切り替えて、中央を捨てて、ポゼッションに切り替えたのが正解でしたね。まあ、ここはやっぱり経験値ですよね、SWCC の修正力というか。 OK、 さあラスト1試合、最後の試合です。これに勝てば決勝トーナメントが決まります。OK、 もういける、いける、いける。やっば、本当に45連勝しちゃった。ありがとうございます。いや、まさかの展開。いや、ありがとうございます。行きましたね。はい、現在の順位は2位です。金茶さんに続いて49勝1敗ですね。ということで、まあ、この1敗は中央突破で負けたので、あの中央突破は即席でまあ作ってポンって出してみて負けちゃってすぐに捨てたので、という意味では、それ以外に用意してたチームは全勝でいけましたので、やっぱり、考えてた、戦術とか制限戦の戦い方っていうのが、まあ、ビチッとはまったのかなって感じですね。はい、ちょっとすごい興奮してます。ありがとうございます。はい、ということで、今回、決勝、あ、最終予選リーグの戦いをちょっと動画、回していきました。ちょっと長い動画になってしまいましたが、かなり奇跡的な展開が生まれたんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、日曜日に、決勝トーナメント、おそらくっていうか多分大丈夫だと思います。決勝トーナメントに、進めそうなので、なんとか優勝を目指して、頑張っていきたいなというふうに思います。はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。